なんかあそこに、あずまやがあるんですけど、あれが丸山公園？なんでしょうか。あずまや展望台、丸山公園。展望台が、これが丸山公園なのかな。だってそっちから来ても、こっちに来るってこと？いまいちわかりづらい。あそこ、あれが薮原の町かな、雲海になってる。見えないな。よし、行こう。カモシカが全然いないんですけど、今回こそはカモシカが見れると思ってたんだけど、全然いないな。鹿もいないし。まあ、鹿はどうでもいいけど。カモシカみたいのにな、なんでいないんだろう。これがカラマツなんですね。これ植林してんのかな。なんか植林してるっぽいけどな。どうなんだろう。だって植生が違うもの、全然違うから、そこはいろいろ雑木がいろいろ。あの辺は白樺かな。あれは群生してるんですよね、多分。こっちはなんかいろんなのが混在しているのに、いきなりここに来て、このカラマツになってるから、やっぱりこれは植林してるっぽいんだよな。どうなんだろう。この辺のあの植生が全然わかんないですからね。長野の植生が。あ、なんか黄色い花が咲いてる。あれはよく見るな。これもカラマツですね、この辺。なんか花がちょくちょく咲いてる、これも。これはよく見るんですね。この紫のやつはよく道端に咲いてる。ああ、この辺群生してます。これ何でしょうか、よくわかんないけど。この紫のかわいいやつ。宿場とかで本陣とか脇本陣とかありますよね。陣っていうのは何で陣かっていうと、それは大名行列が行軍だからですよね。行軍なんで、その陣、本陣になってるわけですね。だから本陣の構えもちゃんと規格が決まってて、玄関はですね、かまちは籠を入れるところがないといけないとかですね、あと槍をかける棚みたいなのがないといけないとかですね、馬屋がないといけないとか、あと逃げ道、裏道があって、裏道から逃げる用意がちゃんとできていないといけないとかですね、そういうのがいろいろ規格が決まってるそうです。で、大名行列も行軍なんで、道具は全部持って行ってたそうですね。だから茶碗とか風呂オッケーとかですね、食事を作るやつとかですね、天幕とか、もう全部持って一応行ってたそうですね。と、ごちゃごちゃ話している時になんかつきました。これなんでしょうか。これは供養塔ですかね。文化年間、1804年から18年の建立のおそらく供養塔だと思います。何の供養塔かは分かんないですけど。で、あとはつづら折りの急坂が続くんですよね。だからこれがそのつづら折りでしょう。林道に降りてきて、ここ石畳だな。ここに一旦車道というか林道を、ここからまた遊歩道で、これが中山道。ようやく中山道の表示が出たわ。右何？何て書いてんだろう。下、下る薮原宿。右は、何て書いてんだろう。なんとか国名。旧国道って書いてんな。旧国道だから、これは新しいんでしょうね。じゃあ、これを。まあ今日は乾いてるからいいけど、これ滑るだろうな、雨の日は。これは昔からこうなんですかね。これ復元したやつかな。
これをわらじで歩くんですからね、大変ですよ昔の人は。あ、でもセメントで固めてるからこれは復元したのかな、復元してるわけでしょうね。石畳を下ってきたらまた土道に帰るんで、ですぐ左側のこの赤い鳥居があるところ、これが原町稲荷社、これがで道は下と、では降りてきてもうここから舗装道路を行くんですけど、今ちょっと工事やってるみたいで、この歩行者専用道を行けって書いてますね。あ、先にトイレがあるな。もうじゃあもう降りてきた、あと2キロで薮原駅。まあこう、まあでも今朝早いから工事はまだやってないと思うんですが、まあ一応こっち行くか。降りてきましたね。今36分なんで、だいたい1時間ぐらいで降りてきました。あ、寒い。今日は夕方から雨なんですけど、もうなんか曇ってきてるな。で、本当はこっちまっすぐなんですけど、今は工事で行けないのでこっちですね。鳥居峠登り口公衆トイレに来ました。前が消防署ですね。じゃあちょっとここで鈴を取りましょう。近所迷惑なんで、まあ、とりあえずちょっと休憩しよう。この薮原のこの消防署に降りてきたところで、ここで一応ガイドブックですね、ちゃんと歩ける中山道の東が終わって、ここから先が西になりますね。だからガイドブック的にはちょうど半分歩いたってことですよね。中山道の半分はもうちょっと先なんですけど、ガイドブック的には半分終わりで、これから薮原の宿場に入っていきますと。で、今日の目的地は福島あたりなんですけど、ただ福島まで行っちゃうとテント張らないといけないので、今日はですね、今日夕方5時ぐらいから雨なんで、まあ昼過ぎにはもうテント張りたいんですよね。で、明日の昼ぐらいまで雨なんで、きっちり晴れる場所、それかもしくはどっかの公園の集まりがあれば一番いいんですけど、雨に濡れないですね。なんで福島まで行くのかどうかちょっと分からないですけど、福島まで行ったらなかなかテント張る場所がないんじゃないかな。福島は木曽路で一番の都会なはずなんで、福島の手前あたりでなんか人が来ないようなところにテントを張るか、それかどっかの公園の東屋にテントを張るかですよね。じゃあちょっと準備していきましょう。消防署がそこで、トイレがその左側で、で中山道はこっちですね、下っていきますと。わ、これはめっちゃ綺麗だな。これは何だろう、桜なのかな、これ。今ちょっと葉桜になってんのかな、満開で、下は芝桜で、うん、いいな。あれは何ですかね、めっちゃ群生してるんですけど、わさびじゃないですよね、あれ。なんだろう、あれ何ですか、あれは。フキですか、食えんのかな。なんか食えそうな、食えそうなんだけど、薮原宿まで 600m 地点で、これまあ中山道まっすぐなんですけど、ここになんかあるな、右国道、左中山道。まあこれは新しいのかな、なんかこう機械で掘ったみたいな。こっちで、これが転校舎
かな、村有事の大海虹がある。これ多分転校者ですよね。それがモミジ、大モミジ、でこれが木曽村の天然記念物らしいです。秋はこれ紅葉が綺麗なんじゃないですかね。これ多分秋に来るか春に来るかで迷いますよね。本当は秋に来るのを予定してたんですけど、まあいろいろあって春になっちゃいましたが、まあ春もまあいいな。春は花があるからいいですね。まあ秋は紅葉と、転校者のすぐ先の左手が荒町清水、この水は峠を越える大流が喉を潤したもので今も飲み水として使用されていますということです。水はもう汲んでるので、水を汲みたい人は汲んで、この辺りは本当水には困らないですね。もう自販機もいらないんじゃないですか、この辺。どこ行っても水がタダで飲める。これ、流せるのはこれ下っていくんですけど、左に。で前の山を見ると、あの鮮やかな緑が植わってるんで、多分あれがカラマツですよね。杉とかヒノキはもっと濃いんで、だから本当はこれ緑じゃなくて茶色なんですよね。全体的に昔は全体的に茶色っぽかったはずです。これは天然には茶色っぽいので、まだ葉が出てないから、落葉樹はまだそんなに葉は出てないので茶色っぽいはずなんですよね。よし、で降りてきて線路に当たるので、線路を越えるのかな、なんか追い分け、飛騨街道追い分け分岐点、飛騨街道も通ってんのか。そこで多分線路渡るんですよね。で、下降りてきたら草和の大橋、ここですよね。ここに川があるので、ここに橋がかかったんですね。昔はここら辺に茶屋とかいろいろあったんでしょうね、ここ。ですよね。まあ当然昔は線路なんかないですから。で、どこ行くのこれ。線路を渡るに、あれを行くのかな、歩道橋があるの。あれを渡るっぽいな。だからこの橋の飛騨街道追い分けの手前を、やっぱりあれを渡るんだ。やっぱりあそこの緑のあれを渡るんですね。あれどうやって行くんだろう。こっから行けんのかな。なんか手前でどこに行くんだろうな、本当は。これは本来の道ではないな。でも行けそう。多分あれを渡るのか。くっさわの橋の手前に戻ってきて、こっから降りるんですね。こっから降りてこう行って、そこの橋を渡ると、で JR の向こう側に行く。線路を渡ってきたんですけど、なんかここのお宅、私有地なんであんまりあれなんですけど、水車があるんですよね。向こうに奥に回って1個あれ水車、あそこ水車回ってますけど、でそこにもあるんですよ。そこにも水車があって、でここにも水車がある。これ発電機つけたら電気が発電するんじゃないですかね。これそれ飲めるのかな、飲んでいいのかな。人んちなんですけど、楽しませてくれてるんでしょうね。いいえ。
じゃあ宿場に入っていきましょう。また人ん家なんですけども、タラの芽がこれ、タラの芽、ここタラの芽すごいな。このお宅、ここも水が出てます。これも昔のでしょうか。レンジ格子がきれいに覆ってますけれども、でこっから宿場ですよね。これ本陣跡、木曽氏の家臣だった古畑十右衛門が代々勤めたらしいです。ここは本陣跡、左側ですね。これは当時の建物なんでしょうか。よいしょ。荻野屋、かっこいいな。これは檜皮葺きですか、屋根は。なんか川ですよね。かっこいいな。あれも古いな。湯川酒造がこの辺に。違うな。これは昔のお宅なんでしょうかね。これも古いよな。清酒木曽路、そうだ、湯川酒造なので、これがそうかな。これがここが湯川酒造、創業慶安3年1650年、名酒木曽路の蔵元、江戸時代初期からの蔵元ですね。水がきれいだからお酒が盛んなんでしょうか。それか、米が貴重なんで、その米に付加価値をつけるためにお酒を作ったんですかね。それと水がきれいだから、そこも水が湧いてるな。酒林がなんかきれいだな。これはきれいですね。これまだ新しいのかな、酒林。なんか書いてるな、これなんだ。たぬき八層縁起、ちょっと分からん。なんかいろいろなんか書いてるな。こういうふうに生きなさいよっていうことなんでしょうか。これも古いよな。それ蔵がある。中洲の向こうなんですけど、左手の奥向こうにある見えるのがあれが極楽寺ですね。お寺ですね。あれは特段何もガイドブックに書いてないのでスルーしていかないですけど、で先に行きましょう。これは防火工兵跡、防火工兵跡。矢部原宿が元禄8年1695年に大火があって、ほとんどが全焼をしたんですね。その教訓から棟梁ですね、広小路を作って防火壁を設けた、って書いてますね。2箇所の四つ辻の広小路を作った。でさらに、中心部の大火に配慮して上横水の広小路には北側に土を盛って石垣を築いて、その上に高い土塀を作って防火壁とした。当時これを高塀と呼んでいた。これがその防火壁なんですかね。多分この石垣の上に土塀をと築いてこう作ってたんでしょうね、防火壁を。その跡ですよね。石垣だけが今は残ってる。
ということらしいですね。だからこの四つ辻もその大化後に作ったんでしょうね、この辻も。うん、なるほど。そこになんかこれは休憩施設かな、今は閉まってますけど、9時5時トイレあんのかな。あ、トイレあるな。まあトイレは今は行かなくていいので、バス停もある。そこそばまんじゅうの老舗って書いてますね。今7時20分なので、まあ当然全部閉まってるんですけど、乗り物どころ、おろく串、おろく串はどこだっけな、もうちょっと先ですよね、妻子かな、まあ、また後で出てくると思うので、はい、おろく串、まあ、この辺で名産ですよね。漆器はもうどこ行ってもこの辺はありますね。あ、これ休憩してる場があって、二股の水、源流の里、これも休憩施設かな。入れるの？これは入れるのかな。あ、入れないわ。ここで休憩できますね。で、そこにおろく串またありますけど、おろく串はもともと妻子ですね。これから先に行く妻子の宿場あるんですけど、その妻子にですね、オロクスさんっていう娘さんがいらっしゃって、その人がその頭痛に悩んでたんですね。で、御嶽権現に祈願したところ、お告げがあって、そのお告げ通りに峰張りの木で櫛を作って、それで髪をすいたところ頭痛が治ったそうなんですよ。それで、それがですね、オロク串って言って評判になって、その妻子の名産になるんですけれども、妻子の方でその峰張りの木が枯渇するようになって、で徐々にその妻子のおろく串生産は衰退したんですけれども、矢部原の方ではその峰張りの木がですね豊富にあったんで、妻子でおろく串の製作を技術を学んだ人がその矢部原で、作って、で峰張りの木も豊富だったんで、そのこっちの矢部原ではそのおろく串がその盛んになって今に、も残ってるっていうことですよね。だからまあ矢部原に来た時のお土産はもうおろく串はもう鉄板ですよね。まあ、だからおろく串を買って、彼女とか奥さんとかに、まあ、買っていくというのが、まあ、鉄板だと思いますよ。まあ、今はちょっとまだ早いので閉まってるので買えませんが。